小さい子供が2人いるので、本当に朝はバタバタで、少しでもメイクにかける時間を減らせればと思って、眉と唇のアートメイクを受けました。それぞれ1回ずつ受けた後では、まつげをビューラーで上げるぐらいで外にも出れるようになりましたし、メイク時間がすごく短縮されて楽になりました。すっぴんが底上げされたので、少しメイクをするだけで街も自信を持って歩けるようになりました。水ぼうそうの跡がちょっとやっぱり薄いのでまだ結構かき足してるのと、眉頭もやっぱちょっと薄くなってきました。薄くなってきてるかなっていうのはあります。水ぼうそうの跡がね、こっち、うん、ここですね。ちょうど水ぼうそうのところが薄くなってる。今、残ってる色がちょうどいいか、もうちょっと濃くてもいいか、ちょっと濃くてもさ、そう、そしたら全体的になぞっていく感じ、で、地眉の多いところ、この辺とかは多分もう一回なぞっちゃうともうより濃くなって結局また色の差ができちゃうので、地眉のちょっと少ないところはじゃあ濃くしていく感じ、にしますか、で、水ぼうそうのところはちょっと濃いめの色でやった方がいいかもしれない、で、濃い色でやってもやっぱり2回じゃ傷のところは埋まらなかったりもするので、まあ、そういう人は3回、4回でやったりもする。肌質的にも個人差はあるんですけど、多分桜井さんはどっちかというと乾燥肌よりですよね。なので残りやすい肌質、代謝がいい方と肌がちょっと油分が多い方は季節関係なくちょっと薄くなりやすいっていうのはありますね。まあ、あとは多分桜井さんがワセリンを1週間頑張ってたので、それもやっぱり定着がいいことにつながってると思います。日焼けも色あせの原因になってしまうので、やっぱりアートメイクダウンタイム終わった後は日焼け止め塗っていただいたりとか、まあ帽子かぶったりとか、夏は日傘さしたりとかっていうのを気をつけてもらったりとか、まああとはなるべく汗をかかない人の方が、まあ、持ちはいいんですけど、まあ、でもね、体に汗かいた方がいいので何とも言えないんですけど、あとはまああまりクレンジングとかでゴシゴシこすりすぎたりとかしないように、まあ、できるだけ優しく洗ったりとかお化粧落としたりとかはした方がいいかなとは思いますけどね。薄くなってるところとかもあったので、もう一回左右差を整え直して、気になるところあれば調整します。いらない眉毛が気になります。カットしましょう。ではマーカーペンでマークつけていきますね。麻酔クリームのせますね。前回お痛み全然大丈夫でしたよね。はい、寝てましたよね。はい、はい、じゃあ麻酔は同じ時間でいきます。ラップをのせてしっかり浸透させます。今高濃度ビタミン C25 を打ってもらいました。前回は普通のノーマルのやつをやってもらったんですけど、体が楽になっていたので今日はさらに濃いめでパワーアップということで、日頃のお疲れが取れればいいなと期待しています。痛み大丈夫ですか？はい、
個人差にもよるんですけど、1年から2年ぐらいで、メンテナンス来る方が多いですね。やっぱり一回その楽さを経験しちゃうと、もう、ナイトブリーっていう風に私もなってますけど、なるので。ですか。ちょっとまた水疱瘡のところは濃い色で、やったんですけど、どうしてもそこだけ毛が生えてないので、右と比べちゃうと、どうしてもちょっと薄くは感じます。いやもう最初に比べたら全然いいですよね。嬉しい。傷のところってやっぱり皮膚もちょっと白くなっちゃってたりするので、ああそっか、日焼け してないような感じになってますよね。で色も直後なのでちょっとね濃く感じると思うんですけど、また1週間かけて薄くなっていきますので、ご安心ください。ありがとうございます。はい。